こんにちは、香川博です。本を書くときは山癖洋次って名前使ってますね。忘れないでくださいね。さてと、実はね、つい最近ある友人がね、こんなことをぼやいてました。帰国子女のことなんですね。英語が勉強、英語を話せる子供たちがね、海外から帰ってくるじゃないですか。で、中学校に入ります。そして子供たちがね、他の子供たちがこう横並びのこう英語教育を受けてるために、何らかそれに馴染まないとまずいので、自分の英語能力を隠しちゃう。で、そのうちに先生たちもね、その子供たちにこう文法とかそういうことばっかりやって受験勉強やってるから、せっかく話した英語がね、中学3年生ぐらいになるともう全然話せなくなっちゃう。で、そういう子供たちがすごく多いんだということが言われてるんですね。これってすごい損失ですよね。じゃあそういう子たちをどうやって育てればいいのかなって課題があるじゃないですか。それでね、一つだけ私はここで思うことがあるんですよ。日本人ってね、中途半端を嫌うでしょ。でもね、私ね、中途半端大好きなんです。どういうことか分かります？例えばね、海外で育った子は日本語が中途半端かもしれない。英語もアメリカ人ほどはできないかもしれない。中途半端ですよね。でもね、いいことはね、両方知ってるんですよ。で、この両方知ってるってことをね、みんなで育ててあげるとね、自然と足りない部分も補われてきますね。そういうことすごく大事だと思いません？ところがね、最初から完璧な教育をして、そして日本流の型にはめようとする。そうするとね、中途半端な子はね、もっともっと萎縮するし、時にはドロップアウトしちゃうんですよね。優秀な人間が外に出ちゃうんですよね。だからね、中途半端、太平洋の真ん中にいる子ってすごく大事なんだなってことをね、もっと考えてほしいんです。ぜひね、先生方お願いします。